ガンニバルの祭りの話。ガンニバルの祭りの話。ドラマ版の実写版のね、ガンニバルで、その公家村っていうね、町に、まあ、駐在が来て、で謎を解いていくみたいなね、ちょっとツインピークス的なね、ものなんですけども、中でね、公家村の奉納祭だったかな、奉納祭、年に1回ぐらいやってるような、まあ、火祭りというかね、こう7体の人形に、藁の人形に火をつけて踊るみたいな、そういった祭りがあるんですね。で、あんまりね、漫画版の時は意識して見てなかったんだけど、ドラマ版見て、あ、なるほどと、こういうことなんだなと思って、それでどういうことかっていうとね、まあ、リハーサルとかもやるんだけど、祭りのねメインイベントは藁の人形に7体に火をつけて、で村人がその周りで踊るみたいなね、そういったフェスなんだけど、まあ、日本中にある多かれ少なかれの同じようなね、火祭り的なねものもたくさんありますよね。形は違えども、なんかやって踊るみたいなね、はい、祭りと言われるものね。で、これ何なんだろうなみたいな、祭りって何なのかな、まあ確かに楽しいけども、ここまでね、その予算とね、人的資源をかけて毎年やる意味がどこにあるんだろうなみたいな感じで私は思ってたんですね。まあ、伝統って言ってしまえば おしまいなんだけど、伝統にも最初やり始めた時の理由があるだろうと。何にもねないところから村人がね、藁に火つけて踊ろうぜみたいなこと言うわけないんだから、なんかあったんだよね。だからガンニバルの中でも、もともと人に火をつけてたのね。捕まえた罪人とか裏切り者とかに貼り付けにして火をつけて、まあ処刑してたと。でそれが名残が残って、毎年毎年ね、7人もね、こう捕まえてきて燃やさなきゃいけないから、初期はやってたと思うね。初期は、村の中の気に食わないやつ7人とかね、あと村に流れてきたものの中で、なんかこいつ悪いことやってるなみたいな、魔女狩りみたいなね、あの一回やっちゃおうみたいな感じで7人出して、で人数足りなければ、いや、うちの、ね、生まれたばかりの子供出しますよとかね、口べらしでね。だから1年間7人ぐらいはどんどん死んでいかないと、そもそも食料が足りないっていうね、こともあっただろうし、もちろん村人をね、閉めるみたいな、悪いことしたら次の祭りで燃やすからみたいなね、うん、そういうこともあっただろうし、そんなわけでね、名残としてそのね、7人を 火にかけるってことがなくなった後もやってると。はい。で、ちょっと怖いですよね。藁の人形だからいいけど、これもともと人間だから普通ね。人間を十字架にかけて、火つけて、処刑するから、その周りで歌って踊るわけだからね。みんな喜ぶわけだから、イエーイみたいな感じで言うから、ちょっと怖いですよね。何この村みたいなね。だけど、その罪人というかね、裏切り者が、こう、すごいなんか悪くて、村をね、乗っ取りを企むとか、あるいは村のね、安全を脅かすとかね、それで非常に悪い奴らだった場合に、その悪い奴を捕まえて、火炙りにして見せしめにするっていうね。これはね、こう正義の行為というかね、もちろんその当時は裁判とかないですから、魔女狩り的なところがあるんだけど、でも村に敵対するものをこう燃やすみたいな、これ正義の処刑なのね、制裁なわけね。でイエーイみたいにみんな盛り上がるのもなんとなくわかります。例えばね、そうですね、後藤家、例えば後藤家ね、後藤家が村人にすごいね、重税を課して圧をかけてると。で、村人が切れて、で、後藤家のメインのね、圭介とかね、岩尾とかを捕まえて、で、燃やすと。イエーイみたいなこと言うと。それを見た後藤家の残りのね、あんまりパワーのないやつは、
この村やべえっすね、逃げるかね、あるいはおとなしくなるか、どっちかですよね。自分も燃やされちゃうからね。だから、まあ、後藤家がその燃やされたとは思えないけど、原作でもねそうじゃないけど、そのやっぱり後藤家的なね、なんか流れ者でなんかパワー持ってる一家がいてね、で村人たちは気に食わないと、従ってるけど、殴られちゃうから従ってるけど、いつかやってやるぞみたいな、それがね公家村の奉納祭というかね、実際には藁にしか火をつけないけど、あのこれができるってことは人間もいけますからみたいなね、なんか今は従ってるけど、いや祭りのね、どさくさで7人ぐらいはいけるんですよみたいなね、そういった、でその渋々やるんじゃなくてね、もうフェスとしてやるんですよみたいな、みんな踊り狂ってその楽しんで処刑 しちゃうんですよね、この村はみたいなね、そうやってこう牽制をかけると言いますか、実際に後藤家の7人さらってきてやっちゃうと後藤家の報復来るからできないんだけど、そう簡単にできないんだけど、藁人形で見せるみたいなね。で後藤家の方もそれ見るとですね、すぐさまやられるわけじゃないけど、まあ最悪ここまであるなみたいな、じゃあ今年はあんまりいじめるのよそうかなとかね、うん、その村人と折り合いをつけるというか、こう武力はあまり持たない村人と後藤家が折り合いをつけるというかね、まあ、これ後藤家だけじゃなくて、後藤家のように村を支配にするしに来た若い男衆とかね、流れ者とかね、これに奉納祭を見せておくと、1年に1回ぐらい、そしたらこの村やべえんだなみたいな感じで思うみたいなね、うん、これ何もね後藤家の奉納祭のことだけじゃなくてね、こう日本中のお祭りというか、なんかちょっと奇妙な祭りいっぱいありますよね。燃やしたり、あれ大木の上に乗ったりとかね、なんか重たいものを運んでぶつけたりとか、いかつい祭りいっぱいありますよね。だからこういうふうに見せてるのかなと、軍事パレードみたいなね、村人の軍事パレードみたいな、いやおとなしく従うんだけどこういう実力ありますからみたいなね、うん、村人の中でも一声かければ若い衆バー出てきて、で死をも厭わずね丸太をぶつけ合ったりとかね、やれるんですよみたいな、普段おとなしく農業してるけど、まあやるときやったらここまでやりますからみたいなね、しかももうお祭りとしてやるぐらいだから、ガチで恨みとかあったら本当やっちゃうぞみたいなね、そういうのを見せる軍事パレードみたいなのが祭りなのかなと、まあその名残というかね、うん、でその状況というのは今も変わらずに、もちろん今法治国家だからそんなね警察に言えばやってくれるからないんだけど、警察も手を出せないようなことってありますよね、こう違法と合法のぐっすれすれというか、うん、で村にこう圧をかけに来る団体みたいなね、で村人はこうすごい苦しんでんだけど、一応合法だからね、まだ合法だから警察に行っても動いてくんないし、じゃあみたいな感じでね、うん、まあ実際にやるとまあ死人が出るから、祭りをねこう1年に1回ぐらい見せとくと、でこの村っていうのは平和でねおとなしくてね、もう羊みたいな村人なんだけど、こういういかつい祭り毎年やってんのみたいなね、はい、まあそういうね、まあ面白いやつですね。